ただいま議長のお許しをいただきましたので一般質問を1点させていただきます。それでは質問に入らさせていただきます。平成24年度にもさまざまな道路計画は実施されます。しかし既存の道路、今までからある生活道路については少しおざなりになっているように見受けられて仕方ありません。本市においても我々の男婚の世代が続々と65歳を迎え、高齢化率は高くなることが予測されます。一方地域によっては出生率が上昇している地域もあり、相反する現象も否めないものです。住みやすさ日本一が実感できる町守山を目指す本市であれば、市民の方が一番望まれているのは安全安心な生活基盤としている地域の河川整備と、そして道路の整備ではないのかなと思います。中でも安心に対しては、高齢者の方が歩いて買い物に、子どもたちは登下校に、また通勤される人は自転車で、すなわち歩行はもちろんのこと、自転車通行でも安全に通行できる道路の整備を考えていただき、本当に身近な問題から解決しながら対応を目指していただけたらと思います。そこで市道吉見安線 414.2m と市道堀街道団地 199m ですが、この2線とも大型車両が頻繁に通行するため、マンホールの周辺は陥没状態で、マンホールが浮き上がり、水道工事の後のアスファルトの継ぎ目は段差ができて、車が通行するたびに大きな音と地響き、そして朝夕ともなれば通勤の車が停滞し、横断歩道があるにも横断できるような状態ではなく、危険極まりない道路であると思います。これらの現状を把握されているのか、そして道路整備計画をされているのか、都市経済部長にお伺いいたします。以上です。都市経済部長。小西議員ご質問の指導の道路整備についてのご質問にお答えをいたします。本市の道路整備の取り組みにつきましては、まちづくり指導整備計画やバリアフリーの基本構想に基づき基本的に実施をしております。また地域行政懇話会並びに自治会からのご要望につきましては、安全安心を基本に緊急度の高い箇所から順次施工をしてございます。そのような取り組みの中、中山道である市道吉見安線につきましては、左右大変通行量が多い状況でありますが、古くから道路沿いに建物等が立ち並んでいる状況から、道路拡幅が伴う整備計画については非常に困難であると判断をしております。こうした中、現場を確認をいたしております。議員仰せのとおり、吉見安線では一部マンホールで車両が通行する際に大きな音がするほか、舗装の老朽化により修繕の必要性が見受けられます。一方、市道堀街道団地線では民間の水道工事等に伴う部分的なアスファルト舗装の復旧が見られ、一部で段差が生じておりますことから、地元自治会とも協議調整を図る中、維持改善に取り組んでまいります。また朝夕の通勤時には通行量が多いことから、横断歩道部で安全に横断ができるように、啓発看板設置、白線や路面表示等を行うことによる注意喚起を促すために、公安委員会と協議を進めてまいります。
以上、答弁といたします。